はい、キューバンガイレトロ京極です。パラパロ大久保です。セミホタル村田です。今日はですね、大久保さんがこれは何ですか、差し入れ、これ差し入れで誕生日プレゼントでもらった、あ、誕生日プレゼントの差し入れでソファーをいただいたみたいで、持って帰る手段が背負うしかないっていうことなんですよね。そうです。ですんで、はい、ちょっと駅まで行くみたいなんで、それを見届けたいと思います。 YouTube YouTube です。お前もうネタ切れ半端ないな。はい、これをあげるの YouTube。 1ヶ月前ぐらいからネタ切れはずっと、いや、そうだいぶ保ってる。はい、チャンスチャンスじゃないんだ。だいぶ保ってる。ネタはい、聞いた時飛んで喜びました。ちょっと持ってくってことですか。いや、後輩が、あ、もう待ってるこれ。はい、待ってるじゃねえよ。何乗り気なんだよ。作りましたから、そう、満腹の松下とそのセミホタル村田が俺のために、はい、背負う、ああ、背負えるようにしてくれたんだよね。別に背負えるようにしなくていいんだよ。作りました。痛そうやけどな、一緒にあの、ね、家まで来てもらえればいいんだよ。何背負うようにしてくれた。わがままですわ。そうやな、一緒には行くわけないですもん。え、だ、大丈夫ですか、ガリガリですけど。いや、これさっきメディアションしたら一回座んないといけない。あ、なるほどね。で、お前後ろからアシストしてあげると。あ、そうですね。いや、行くぞ、俺は一人で。はい、一人で行きます。だ、交通整理が必要なんですよ、渋谷の街行くのに。大久保さん、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 どういうこと。大久保さん、おお。あ、痛い痛い痛い。いいっすね、でもほんま二宮金次郎みたいな感じで。そうそうそう、あと本もさっき背負ったより痛い。マジで。そうだけです。で、この階段をまず登ってもらって、これ後ろにいるんで。いや、終わりよ、これ。すってんころにしたら、これマジ。いや、だから後ろで、あの、じゃあ絶対支えてるんで、村田が。転びそうになるな。変に押したら、ほんとにやめる。いや、そんな、そんなしっかり振るみたいな。どういう職業。痛い痛い痛い、なんかしかも口の中に入った。今それはもう諦めましょう。それは諦めましょう。これさっきより痛い。なんか紐がちぎれてんだろうな。でもせっかくいただいたんでね。そうですよ。いや、そうよ、それはありがたい。それは何ですか、椅子、無印良品の。これなんか、無印良品のあのなんかヨギボみたいなんじゃん。ああ、人をダメにするやっちゃうね。そう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 、いいですね。通れます、通れる。でもこう、家でゆっくり座れるもんをこんなしんどい感じで運ぶってなんか皮肉っすね。これ、え、これいけます。いや、いけんじゃない。この幅、きついっすよ、多分。いや、俺もうその空間認識がまずできてないから。もうちょっと、あ、いけます、いけます、全然いけます、全然いけます。全然いける。ガリガリが、あ、ここでガリガリが生きてきた。おい、よし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 、ガリガリでよかった。はい、もうこっからよ、はずいのは。こっからっすよ、人目に触れるわけですから、ここから。いいですね、いいですよ。扱いもなってる。じゃあ頑張って帰りましょう。はい。あ、もう全然なんか、こあ、なんか外に出たら小さく見えるの。余裕そうやな。余裕。ありがとうございました。またお越しください。お笑いライブにまたお越しください。オークボーリング。またお越しください。お笑いライブ。なんか今日機嫌いいっすね。客前だから。のんのに動画で。小さく見える。小さく見える。さっきまですっごい大きいソファ。小さく見えるっていうのは大久保さんが。ソファ。大久保さんが。ふざけんな。大久保さんが。なんかわかんないけど、からかわれてる気分になるね。その大久保さんがは。そんな皮肉。俺、嘘みヘビか。いい。めちゃめちゃ人おる。こんな手段で。これ後ろからの、おもろいな。大久保さん、でも十分周りに気をつけてくださいね。なんかでもそんな交通整備しなくてもいけそうっすね、結構。いや、これ電車よ、問題は。確かに、電車に乗らんとダメですもんね。そう、改札を通れんのかとか。改札通るまで、改札通るってくれ。これ2人分いるでしょ、料金。いやいや、2人分で頼む。あ、確かに、乗車券2つ買わないと。痛い痛い痛い、痛そう痛そう。痛い、助けて、アシストして、アシスト。何すか、痛い痛い痛い、アシストして。あ、よしよしよし。わぁ、めちゃくちゃ楽。まあ、そう、あ、これが正解じゃん。めちゃくちゃ楽。でも俺見えないですよ。今日も一日お疲れ様です。
眠れるまで私とお話しできませんか。大久保さん、 M1 どうでしたか。いいんだ、聞くことじゃないの。ギャオとか見ました。見た見た、めちゃくちゃ滑ってたなお前ら。聞いたわ。これ途中で止めたもん。映画面白い。面白いから撮られてる人みたいになってる。いや、ほんであのスクランブルさんとこの交差点っていう鬼門があるんで、最悪。いや違う違う、あるから、そこにあるから。スクランブル通りましょう。もうスクランブルは通りましょう。めちゃくちゃだ。フィリピンハーフなんですよね、お父さん。ちょっと改めてですけど、紹介遅れました。みんな知ってるデーで喋ってるけど。さて、お父さん。はい。来ました。スクランブルさんとこの交差点です。痛い。あ、これが一番楽だわ。このスクランブル交差点をバックに。もう今通った人に何 YouTuber? 今日も一日お疲れ様です。眠れるまで私とお話しできませんか。YouTuber らしいことしてんだな。喋ってます。なんか喋ってるな。喋ってますじゃないよ。なんか喋ってるな。なんか喋ってる。偉いもんで人いないな。本当だ。いいですよ、青です。何やこの絵。大久保さん、止まらないで。危ないんで。大久保さんが人混みに大久保さんが人混みにあれが大久保や。あの四角いのが大久保や。こんなに何の問題もなくスムーズに来れると。偉いもんで、ね、本当人がいなくなります。いなくなったの、はい、何の問題もなかったですね。あっちこで誰か待ちます。カメラなくなってしまったらもうただの変な人なんで。本当よ。ここですね。ではここで見送らせていただきます。大久保さん頑張ってください。大久保さん改札大丈夫ですか。挨拶？大丈夫。いや、お疲れ様です。気をつけてください。危ないですよ。いいな、面白いな、映画。バイバーイ。お疲れ。お疲れ様です。バイバイ。お疲れ様です。